ジは中国の北方と西北方に位置した古代の民族、またジなどと呼称される。その形跡は金文と先進古籍において最古のものを見ることができ、時にはコンエビスなどの名と共に混ぜ書きされるが居住地区が同じためである。青州の中期が合情となり、省江に移住し、また省江から南進して、しのぎ、 作方及び形容に至って、直接に、周王朝を脅かすようになると、周の戦王は、大将の南中に命じて、軍を率いて北西させ、合わせてついた方に築城させた。死境再活化では、当時の周王朝との戦いの状況と兵士の、厳しい生活を、全米を彩り、全米を彩る、全米また止まんと、作す。帰らんとのたまい帰らんとのたまう。 年またやむことなし。室をなびきて家をなびきつるは、のゆえなり、敬挙する糸まなきは、のゆえなりと描写した。闘神の社言はこれを、死境中で、最高の支辺と称している。春秋時代には、エビス的と呼称され、戦国時代には、旗、長、町、の北の地域に分布した。寝代には盲点が三十万の軍を率いて撃破した、ものを北に移し、 新末には、ゴビ砂漠の南北を統治して、南は陰山を越え、黄河を渡り、オルドスの翼土を占拠した。漢王朝が創始されると、多くは、を、郷土の先民とみなし、四季郷土列伝には、東欧それ以前には、山恵比寿、訓定があった。北番に居住し、家畜を放牧しながら移動したと書かれる。ただしこれは、 郷土その先祖は、加工詩の病営であるとの説とは矛盾する。近代になって交渉家により、気泡、今エビスとは、同一民族の別の名称と考えられるようになった。ありがとうございます。